第42回デイリースポーツ杯競争5日間の戦いもいよいよファイナル優勝戦。それでは対戦メンバーです。1号艇は福岡西島義則、2号艇には福岡島田一成、3号艇は徳島斉藤優、4号艇には栃木中里秀夫、5号艇は千葉三角哲夫、6号艇には東京矢後武史。以上の6選手が第12レースの優勝戦を争います。1号艇の西島義則、今シリーズは8戦7勝3着1回、優勝に最も近い人はこの人です。インコースに1号艇の西島義則、人気の中心です。2号艇の島田一成が2コースに入ります。西島に続く8戦6勝チャンスは十分あります。3号艇斉藤が3コースです。地元から唯一の優出、気合が違います。角引っ張ったのは4号艇の中里、前場所の津に続いて連続優出です。4号艇の中里が角4コース、5号艇の三角が5コース、前場所、琵琶湖は優勝戦2着、侮れません。6コース、6号艇の矢後、虎視眈々と優勝狙います。進入は3対3と分かれて、1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。コースタートは2コースから2号艇の島田が好スタート。さらにインから1号艇の西島、一周1マークの旋回、1号艇の西島が逃げる、うち2号艇の島田が刺す、さらに5号艇の三角、4号艇の中里ですが、1号艇の西島がわずかに先頭、へ先をかける2号艇の島田、先頭争いですが1号艇の西島が一歩優勢。なおスタートは前提正常でした。1周2マークの旋回、1号艇の西島がトップターン、そして5号艇の三角、打ち着いて2号艇の島田、2番手争いですが2号艇の島田、5号艇の三角並んでいます。レースは2周目に入ります。うちに2号艇の島田、そして5号艇の三角が外、2番手争いですが一定心優勢、2号艇の島田、2周1マークの旋回、2番手争いは5号艇の三角、打ちをついて2号艇の島田、2号艇の島田がやはり2番手、5号艇の三角が現在3番手、1号艇の西島独走態勢、2号艇の島田が現在2番手、5号艇三角は3番手。レースは2周2マークの旋回です。1号艇の西島先頭変わりありません。2号艇の島田が2番手、3番手は5号艇の三角、差を詰めてくるのは3号艇の斉藤ですが、3号艇斉藤は4番手です。レースは最終周回に入りました。1号艇の西島、そして2号艇の島田、3番手は5号艇三角という体制で最終周回の1マークをクリアしていきます。その後ろは3号艇の斉藤、4号艇中里、6号艇矢後が最後方という体制です。1号艇の西島、堂々と人気に応えました。2番手は2号艇の島田。レースは最終周回ラストターンマークの旋回です。1号艇の西島、2号艇の島田、3番手は5号艇の三角です。1号艇の西島、堂々優勝の五輪。2番島田五輪、5番三角五輪、3番斉藤、4番中里、ラスト6番矢後五輪。第12レースの確定は、1着1番、2着2番、3着5番でございました。